はい、おはようございます。炭酸生態のアンジです。今日もですね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回もですね、炭酸生態のですね、有益な情報をですね、配信していきたいと思います。今回もですね、自律神経と血流の関係ですね、そのお話をしていきたいと思います。まあ、自律神経といったらですね、交感神経と、副交感神経というのがあって、僕は何度も言ってますけども、アクセルとブレーキで、アクセル踏まないといけない時にブレーキ踏んじゃったりとか、ブレーキ踏まないといけない時にアクセル踏んじゃったりしてバランスが崩れて、まあ、自律神経失調症とかですね、そういうようなことになっちゃうんですけども、そこでですね、血流、僕がですねやっている炭酸生態の血流もそうなんですけども、この、要は関係をですね、ちょっとお話したいと思います。でですね、交感神経の場合はですね、どちらかというと大きな筋肉、大きな筋肉ですねに対して、血流が流れ込みやすくなっておりますっていうのはですね、なぜかというと、こう日常生活もそうですし、スポーツでもそうですね、交感神経がめちゃめちゃ優位に働いてます。興奮してる状態ですね。だからアクセルがベタ踏みです。ガー踏んでる状態で、スポーツしたりとか、まあ、生活って日常生活のその仕事とかですね、集中、めちゃめちゃ集中してる時とか、こうもうこの交感神経がかなり、研ぎ澄まされてですね、やってこう筋肉にこう血流がこういってる状態ですね、まあ、興奮状態ですっていうのがですね、交感神経です。血流の流れとしてはこちらにたくさん行きます。でもう一つですね、この副交感神経の方なんですけども、こちらはどちらかというとですね、休息であったりですね、言えばメンテというか治すというか、内臓ですね、内臓器官にですね、内臓器官に、言えば、血液が流れ込みやすくなっています。言えば休息したりとかですね、治していく、自分のその体を再生するときですね。なので、眠っているときとかは副交感神経が優位に働かないと体が休まらないってことなんですね。その時にですね、血液がぐーっとこちらの方に流れていかないといけないんです。でですね、自律神経のバランスが崩れるとですね、自分が休息したい時に、交感神経、筋肉の方にこう血液が流れ込んで常に興奮状態になっちゃうんですね。でですね、いわば施術とかもそうですけども、こういう時は逆にこちらの方に血液をたくさん流れ込んでいかないと、体が再生したり治したりしないんですね。でですね、炭酸です。炭酸、書き順がちょっと間違えましたけども、炭酸は、血流を血行を上げます、ね、血管を膨らませて血流を流すっていう動作なんですけども、これはですね理にかなってまして、スポーツする時にも、いえばスイッチが入ったらですね、血液が流れやすくなりますし、どちらかというと僕らみたいなセラピスト、施術家はですね、こちらの方に使うんですね。言えば、施術でですね、副交感神経優位に働かせる、いわばリラックスしてもらいながら炭酸をかけることによって再生速度も上がるし、治すこともどんどんスピードが上がりますし、いわば休息をしてもらうということなんですね。だから炭酸をかけた後に施術するとですね、妙に眠たくなります。はい、これ間違いないです。でですね、僕たちのようにですね、施術している方がですね、炭酸をかけたらどうなるかというとですね、こちらの方ですね、いわば自分たちがリラックスするわけじゃないじゃないですか。常に施術をして体を使っている時にですね、炭酸をかけるからですね、血液が流れ込んでいてですね、どんどんエネルギーがこう燃焼されるんですよ。だから炭酸使っている施術家さんの方は、痩せていってるんですね。エネルギーがうまく循環しているっていうかですね、太っているとかこうスリムになってくるんですよ。だからですね、僕はこの炭酸と自律神経とこの血流の関係をうまく使えばですね、スポーツの時にも可能ですし、リラックス、体を休める時にも非常に
大切なものだと思いますんで、僕はですね、常々スポーツしているというのも炭酸を勧めますし、体を痛めているというのも炭酸を勧める。まあ、使うことによってですね、うまく血液循環をこのスイッチを切り替わると思いますので、ぜひですね、あなたもやってみてほしいと思います。はい、まあ、こんな感じですね、今日は。自律神経と血流の関係ですね、プラス炭酸のお話をしました。また次回お会いしましょう。それではさよなら。